第16期女流王位リーグ実況の鳥谷幸則です。解説は中田かなプロです。中田さん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは対局の準備ができております。第16期女流王位リーグ第6節シータク2回戦後半の対局です。立会人藤島健次郎の合図によって対局が開始されました。さあ、2回戦チーチャから伊達、南茶竹石、シャーチャ二階堂秋、ペーチャ魚谷と、並びとなりました。トン一曲ドラは3万です。こちらは親の伊達のハイパイ3万がぽつりと1枚、デキメンツは、ないハイパイです。ドイツ3組ドラ1枚という、ここは2ピンから、そして竹石はパーマンがあんこ、秋は2メンツで白がドイツリアンシャンテンです。魚谷はピンズが後継、本一もあるでしょうか。しごろもありますね。しごろも、はい、次がこちら。さあ、そして中田さん、1回戦の結果が、はい、秋と魚谷という、そうですね、上位陣が、はい、やはり強しワンツーを占めたという、はい、安定でしたね。しかも本当個性が出ましたね、1回戦で。はい、もう本当アキさんは受けて受けて対応して、はい、でまあラッキーな流れるって言って、まあまあラッキーだったと思うんですよ。はい、まあ、もちろん技術なんですけど、それも、はい、多分本人はついてましたっていつもコメントでついてました。はい、これがまた言いますよね。はい、憎いセリフですね。そう、勝った時は本当についてましたねっていう、はい、ただやってることがちゃんとしてるから、はい、ついた時ちょっとついてるだけでたくさん勝てる、ちゃんとその効果を発揮できるということですか。で、宇谷さんのテンパイ量の多さ、いやー、はい、1回戦ドラが小さい、あのあんこだった時の早めの仕掛けもありました。そうですね、本当に取りこぼさない、はい、あのユーザー の, あのファンの方がつけてくれてる、はい、あの分析してるあれがあるんですけど、はい、データによると、はい、私が大体1位なのは普通じゃないですか、いっぱい勝ってるんで。はい、そうですね、転売量の多さが魚谷さん圧倒的で、はあ、トータル1万点近く負けてるんですよ。私は2位なんですけど、はい、なるほど、 そこだけは多分か一生叶わないんだろうなっていう、まあ張り合ってないですけど、はい、中田さんをして叶わないという言葉が今出ましたが、はい、それぐらい転売量の多さは勝てないです絶対。まあ、上がりの多さでは、上がりの多さはやっぱりその木によって、はい、いい時と悪い時があるじゃないですか。はい、もちろんあります。良くても悪くても転売量は結構宇谷さん上位いくんじゃないかなってぐらい。まあ、公式ルール転売量っていうのはこう、巷の麻雀と比べてもバカにならないすごく大事なポイントだと思いますが、1万点開くって、はい、結構すごいですよね。いや、そうですね、下位の人とはもっと開いてますからね。私は勝ってる方なんで、はいはい、勝ってる方が勝ってるのに1万点開いちゃうんで、下位の方とはもう本当3万点とか開いてる可能性全然あるんで、3万点は、ね、上がりで稼ごうと思ったら結構な大変なすごいことですよね。はい、さあ、そういうお話をしている間に、そう、もう煮詰まってきましたね。はい、秋がしごろのいいシャンテン、魚谷が換算ピン、そして今ローピン両面で地位です。でもリアルシャンテンですかね。はい、そして竹石が白を仕掛けてドラドラの本一、こちらもリアルシャンテン。はい、秋が天敗です。単品高め三色数値ピン、ただピンズは魚谷、当たり前のように余計なリーチしないですもんね、秋さんね。うん、ただ場に数値ピンが5枚見えています。本一の人がやっている色の両面、リーチなし。ん、マンズだ。いいシャンテン。お、いいシャンテン。スーチーピンはスーピンが、あ、山にはもうありません。あ、伊達がリーチに行きます。2枚切れのパソー。2枚切れのカンパーソー。ただこれは山に2枚いる山々。ね、見えてるだけなんですね。想像がいいですもんね。想図はいい、ただピンズを引いてしまうと怖い状況でもありますが、これは一発ツモの形、一発はありません。リーチツモドラ、親で上がりを決めてきました。伊達、ここは2000オール、いました、パーソー、いました。
伊達の強い攻め、そう、伊達さんは1回戦も攻めの姿勢を崩さず、はい、最後にいい上がりで終わりましたね、はい、さあ現状のトータルポイントが今表示されています。伊達が12位に、うんうん、6ポイント差ですね。でも、はい、大体武石が4着だったことで今の順位になっています、うん、順位はね気になるけど、はい、ポイントとしては全然団子なんで、はい、武井さんもそんな気にしてないとは思うんですけど、はい、まあ、このそうですね、4回戦終わってどこにいるかという戦いです、うん、さあそして伊達の連チャントン一局一本馬です。ドラウーピン、さあ秋は本日を見ながら遠くて高い手、ペーチャウオタニがペー統一です。そして伊達がこの後輩パイモーリーチです。メンタンピン高めのローマンですね。ローキューマンです。気合が怖いですね。1ビンフドライチ高めタンヤオ、さあローキューマン、うん、まあ、本当にいい手なんですけど、はい、さあ伊達もう上がってしまいましょう。どうだ上がってしまう、引いてしまいましょう。こんな両面ローマンが1枚使われて、あ、9番全部もうあと、はい、ローマンも一発キャッチしてました。ケイシです。だリーチの9番も、あ、いました。9万リーチ、いつもピンフドラ。2600は1本場で2700オール。さあ会長に上がりを重ねていきます、うん、2回戦ドア玉左の伊達ちゃん、はい、伊達ちゃんチャンス、伊達ちゃん、伊達チャンス伊達チャンスがありがとうございます。伊達のチャンスものにしています。急にここで伸びてきます。2000オールと2600オール。さあ、レンチャントン一曲二本場となります。ドラはチーマン、ハイパイはん、今度はハイパイがちょっと落ちましたが、まあでも全然、はい、いいんじゃないですか。まだ別に上がれないわけじゃなさそう、うん、武石はメンツが一つ、秋はトンガ統一シャーチャです。でも仕掛けづらいですね、まだね、ちょっと動きづらいでしょうか。魚谷もメンツは一つ、まあ、みんなはそんなに良くないから、はい、親はいいかな。ちょっと作る時間ありそうです、うん、どうしてもね、ドラのペンチアン2人ネックになってるんで、はい、魚谷さんと武石さんは、はい、払いづらいけどみたいな、ね、いやそうですね、払ってチーマン来たらどうしようもあります、うん、そんなチーマンは誰も持っていません。ヤマニ4枚、ね、パワーもどこまで引っ張るか、はい、伊達さんが一番やっぱりすっきりしてて進めやすい手ですね。なるほど、思ったより悪くないということでしょうか。一番いいと思いますけどね、はい、5ロチ6チッパみたいな、はい、あ、見えますね役も、うん、でも別にピンフのみでも何でもつなげることが、はい、もう今押し返せないですから、多分アクションの仕掛けもリーチも、今伊達の仕掛けとリーチ、ね、はい、ちょっと戦える雰囲気ではなさそうです、状況というか。秋はトンガンコになる、おー、すそう、これは国士を見てるんですか。国士と盾と守備ってことでしょうか、ね、伊達は3品ガンコになるですね、はい、イーソーが2枚見えてる。武石はマンズの本一かチャンタか、チャンタの方を選択です、ね、仕掛けます。魚谷関三品の地位です。イーシャンテン両面両面、あんこの三品が泣けた形、つまり武石のこのペン三品は埋まりませんつまり神の視点です、実況席そうですね、本当働き者ですよね、大谷さんはね、働き者、新しい表現です働き者だなっていう、毎曲ちゃんと働くってことですか、うん、ちゃんと働きますね。なるほど、で働き者というってことは中田さんは、私はもう怠け者です。怠け者なんですか、はい、すぐあぐらをかいてますからね、ついてる時はもう、なるほど、その上がったり休んでいいんでしょっていう考えな、働いたり休もうっていう感じなんで、はい、上がると次サボろうとしてます、私は結構上がると次サボろうとする
その具体的にどういうことですか。例えば1万8000上がった後。あ、でも、はい、上がりがすぐ見えるときは取りに行くんですけど、はい、まあ、泣いて安くて遠いみたいなのはやっぱりちょっともうじゃあもう今回趣味でいいかなって特に、うん、身を任せようかなっていう、それサボりの思考でですね、うん、その守備を強くやるとかでもなく、はい、うん、もういいかなって気がしてる時多いです。はい、まあ、それをサボりと今おっしゃってるだけですよね。あ、さあ天敗です。表示牌の官老マン、タンヤオイーペイコードラドラ、打点はあるんですが町に不満が残ります。これウーマン切りもあるかね。えスッチはスーワン2枚切れで、はい、あ、そう、スーワン3枚切れですね。今切られたのが3枚切れ。こうなったらローマン状況いいようにも見えますが、あ、私シャンポンがいいですね。あ、でもウーマン切れてる。確かにローワン悪くないですね、はい、でも決めちゃうと終わりですからね。ローワン貫ローワン決めちゃうともうサラナの最後、はい、積もれるかどうかで言うと、でもこれ引いたら何ですか。パスを嘘引いたのは嘘です。これ一手代わり3色、恐ろしく高い点になる。どっちもある。ローマンは表示に1枚、自身が1枚、山に2枚です。この兆候を受けて秋が、あ、手を崩していきます。あ、もう今のあれで天敗だと。あ、ここ天敗、ここは天敗、リャンウーマンです。リャンソーぐらい、リャンソーかパーソー、パーソー選択。さあ、カンローマン、タンヤオ、イーペイコー、ドラドラ、一手代わりシャンス3色です。すごいですよ。はい、いや、そして欲しいウーピンなんですが、ウーピンも3枚山にいます。え、伊達がチャンスを迎えた。ローマン、ここは宝珠になった後に伊達が3連続の上がりを決めます。タンヤオ、イーペイ、ドラドラ、1万2000は12600、2回戦はここまで伊達しか上がっていません。これは痛い宝珠、そして伊達にとっては嬉しい上がり。ローマン出ちゃいました、中田さん。まあ、天敗だったんでね、はい、天敗ってなければ働き者ゆえに、こういうこともあります、はい、働き者が今ちょっとかわいそうな目にあった形になりました。そうなんですよ。そうなんですか。親を落としに行こうって頑張ると痛いもんその自分なんですよね。そういうこともあるんですね。さあ2回戦、今のところこれとても強い伊達、56700点、トン一曲3本場です。ドラ数万嬉しいでしょうね今上がりね。いや、はい、1回戦の3着をもう、はい、取り返してさらに加点という、私ちょっと上の順位に行ってきますと言わんばかりの状況です。まだまだ2回戦なんで分かりませんが、油断はできません。秋がシャーのポン、シャーチャです。たくさんやってきましたよ、はい、もうこれ以上親 やらないでくださいってことでしょうか。う、ね、ただ秋の守備が全局は光っておりました。伊達の兆候を見るや否やもうペーなど。そういうセンサーはすごいですよね。いや、はい、ちょっとあのセンサー欲しいなって思っちゃいましたけど、なんか銃弾戦見てても、はい、あれさんのセンサーはすごいなって、はい、だから本当それに近いと言ったらあれかもしれないですけど、はい、なんかそういうものがやっぱトッププロの人はすごいですよね、はい、なるほど。ちょっとセンサーの件私も考えてみたいと思います。考えるだけですよ。考えるセンサー持ったら持ったって言いますけど、なかなか持てないと思います。ですね。ケイシはタンヤオ方向、トイツでは見ません。秋はドラの数万も打っていく。もう目的がしっかりしてます ね、 シャート発を仕掛けて。で、染めてですよみたいな感じで、はい、実際染まってなさそうなんですけど、でも染めるかもしれないですよね。そうですね、ここから想図が伸びてくるかもしれませんが、もう染めないかもしれない、宣伝かもしれない。はい、ただこの仕掛け見て来れる人はいるんですかって。伊達さんは行くんじゃないですか、はい、いますか。竹石、いいシャンテンになった。賛同受けのリャンウーパーマンという形ですが、まずはリャンマンから引き入れていいシャンテンです。ウーパーマン引けるか。うん、引かない。ここから全然。そうですね、形は変わりません。うん、ただね、卓上でのなんか威圧感みたいなすごい仕掛けですからね。そうですね、うん、この仕掛け、ちょっともう場が、うん、相対的にもう想図が高くなりそう。さあ、今のうちに処理ということでしょうか、パーソー。
三層。ここは打たない。カンリャンピン一枚切れです。トイメンが総図をやっていそうな状況。ここは9万としました。手は進まない。ここで手出しのチーピン、チーピンが出てきました。それまだなったですね。はい、まだか、あれまだかってなりますよね、うん、竹石中が打たない。7、9とピンズが出てきました。手出しです。こうなるとまだですね、本当にまだ、まだですね、あれまだまだだったのかと。さあチーピンは2枚切れ、カンチーピンのターツを残しました。伊達竹石はパーマンのチー、うん、さあタンヤオドライチの天杯、これでウーパーマン二度受けの形、一つ解消して天杯になりました。さあシャーの果敢です。ああ天杯に見えますか。いやーどうでしょう、余らせないとダメでしょうか、うん、手からシャーが、しかしここリンシャンからウーマンを掘り当ててしまった形です。タンヤオドライチ2000は2000は、3本場で2900。長い伊達ちゃんが、ね、はい、伊達の親が終わりました。さあトン2局です。竹石の親番、ドラは9層。魚谷がドラドラです。白も問いつ、好きな手でしょうね、多分こういうの得意な手。これは働き者が働きに来るってことですか。まあ働いたうちはないですよね、こういうのは。なるほど、普通のことなんで上がりに行くのは。なるほど、そうか、上がりが見えるときはその働き者で、全然普通の行為なんで。ただ結構遠いときに、はい、なるほど、いろいろこうリスクを背負いながら行くのが、はい、手を変え品を変え、うん、うん、ドラさんです。本手だ、これは本手、上がりたい。昨日ランワ戦で、はい、小谷さんと2回も同卓したんですけど。あ、そうなんですか、はい、すごい疲れました。そのあれですか、今日のキーワードですけども、働き者を相手に疲れたということでいいですか。そうですね。いや、お互い強い打ち手ですから、そのやはりやることやってくるわけですよ ね、はい、打つのも早いし、うん、なんかすごい盛りだくさんになるんですよね。楽しいんですけど、その麻雀としてですね。そうそうそう、はい、楽しいけど、うん、後からどっと疲れがきますね、はい、いや、いいライバルと言っていいでしょうか。いやいやいや、おこがましいですよ、そんな。いや、そんな、うん、いやすごいですね。いや、タフだなって。結構連日の試合ってきつい、はい、きついと思いますよ。確かに大谷プロも、うん、いろんなところで呼ばれて連日の対局なんていうのもあると思いますが。そうですね、本当それはプロ冥利に尽きることなんでしょうが、はい、その中田さんは体力的なそのケアっていうのはされてるんですか。いや、私は1日おきぐらいじゃないと嫌ですね。なるほど、体力のその増強とかしてるのかって質問ですけど。嫌だっていうことでいいですか。それは現実は嫌だと。そう、年の問題じゃなくて昔から、はい、あ、頑張りました。谷天杯、白をポンして白ドラさん、これサブロはちょっと打っちゃうと悲劇ですね、はい、いやそうですね、これそんなに秋が3万あんこですが、はあ、3万は1枚、ローマンは結構残ってますね。つまぎました、ね、はい、ローマンは3枚、ね、手出しで小僧とかするとね、想像の上目になんかあれって、うん、はい、持ってるなっていう。あ、ローマン危ない、使うために残すでしょうか。今危ないと思えば切らないんですけどね、後に危なくなると思えば、はい、ああ、ここはローマン宝珠となりました。白ドラさん、これは手痛い宝珠、秋8000点です。間に合わせようとしたんですね、はい、ああ、なるほど、まだいい3点ぐらいかなっていう、速度的にそんなにもう入ってたかという、そんな表情にも見えました秋です。今3局、今報じした秋の親番です。
ドラは数層。デキメンツはありません。魚谷は初が問いつ。お、伊達さん、伊達がチャンスか。これはマンズが後継で入っています。竹石はチューンが重なった。でもね、チューンドラ1ぐらいの手が割れるかもしれないですね、はい、竹石さんが。さあ魚谷、地風の難も重ねます。トーンは切ったんですけどね。はい、伊達はもうマンズに行きたい。でもウーソーをね、ドラそばでちょっと手放しづらいでしょうか。さあピンズ総図と払っていく伊達です。3ピン。竹石これ仕掛けていってもいい形ですか。まだそこまで揃ってないようには見えるんですが、私は仕掛けると思いますけどね。はい、チューンドラ1由来の想定とおっしゃってました。うん、あんこになった。さあ白髪の重なりも見るでしょうか。秋はドラドラになる。ローソーから6、8と切っていくね。そういう想定でしょうか。ローマンが来る、つながる。ウーソーのポンは魚谷です。ダブルバック。マンズがやってきたよ。さあ陳逸まであと2つ。パーマンどうする。パーマンはちょっと泣きたくないところ。でもリャンウーワンとキューワンはポンしたいですね。ウーワンはポンしてもいいかなと思うんですけど。あ、なるほど。ここはポン、声がかかりませんでした。そして竹石が白を重ねています。全然泣かないのも全然普通なんですけど、はい、私はあーチーマンが入ってきた。親逸のイーシャンテン。さあローキューマン、リャンマン、パーマン、アクサミイーシャンテン、魚谷天敗。どっちでもいい。なんと初全部。初は竹井さんが持ってるんですね、1枚ね、はい、でもション敗。竹井氏はなかなか打たないかもしれない。いやでも天敗では打ちますね。天敗で打ちますか。さあ陳逸天敗入るか。んこれも天敗だ、ただ嫌だこれはちょっと嫌じゃないですか。天敗出ます。あれ、テンパってないですか。シャンポン、あ、はい、シャンポン、リャンマン9層のシャンポンです。テンパイじゃないですよね。これは嫌だ。リャンマン1枚切れです。テンパイだが、テンパイと呼ばないですね。これはテンパイだがです。ただ9層は上がれそう、つもぎますけどね、はい、考えずにちょっと考えてるってことはもうテンパイ、だってリーチしないと上がれないんですよ。まあ、ツモでもいいか、取っちゃおうかなっていう。取るのは絶対シャンポンですよね。いやちょっとどうするか、今9万一瞬切りそうにはなってます。あ、ここはすごい天敗を取りました。一通を見たんでしょうか。いや、ここ9層9層と行く人もいると思いますが、いや多分9層9層が9割超えると思うんですけどね。はい、私もその9割に入ってます。役があるならイペイコーとかね。はい、あ、これ掴んだ。おーっと、ここでこれ受けたんですか。すごい。9層も要は魚谷の仕掛けに打ちたくないってことだったんでしょうか。なるほど、はい、あるかもしれません。発想最終手だしだったのかな。魚谷さん、魚谷確か、はい、そうだ。最後まで発想引っ張りましたよね。つまり899を想定してじゃあ役牌もなんか危ない、ね、パー層周りも打たないぞと。伊達がキラリと光る守備を見せています。ちょっと本質っぽく見えちゃう仕掛け、まあ、ウーソーのポンが入っている魚谷です、ね、トップ目なので、まあ、手堅い選択も視野に入っていたということでしょうか。サブロピン入っ
ってなきゃ染めようかなみたいな。うん、はい。さあ山には難が1枚だけです。なるほど。うまく手を崩していく。そういうことか。自分のことだけ考えてればね、そりゃ急須をつもぎるわよって怒られちゃう、はい、いやもちろん、ね、あの兆候というかね、あの少し曲がったのはやはりその小谷さんへのケアだったんですね、はい、さっきまでだったら何でも切りそうな感じだったけど、はい、やっぱり5万6000点ということですか。守りというか、はい、このままトップを守ろうっていう意識も、はい、さっきとはちょっと違いますよね、1回戦とは。さあそして今竹石が初を切るかもという瞬間もありましたが、うーん、3品で、うん、ミスにはなりますが、もう、ね、順目がきついんでしょうね、はい、ちょっと無理な牌切らないぞといういい手だったのに。こういう温めた流派でロンって言われるとすごい悔しいですよね。いやですね、はい、温めた展望以上に、はい、温めてたのにっていう気持ちも乗っかります。衣装持って持った牌でロンって言われたくない、はい、その方針とか予想も当たってた上に、うん、まあ自己都合で持ったのもあるんですけど、はい、切らざるを得なくなったっていうところもなんかね。攻撃意識の高い場面が多かっただけですが、これ大谷さんトップから守備先点の仕掛けなのに、ね、はい、難発出てこないという状況。ただ難はまだ引けます。あ、もうないです。もう敗定でした。大谷の一人転敗、上がるよりは手にする、ね、はい、展望は多いですが、で流局これまた天敗料のトータルがめちゃめちゃ上がりますね。すごい。そんなこと意識してやってないと思うんですけど、はい、天敗料、結果なんですけど、そんなね、うん、はい、やってませんが、伊達は宝珠回避でトップをキープ。トン4局流れて1本馬魚谷の親番ドラ言いそうです。ちょんちょんで言いそうが来た魚谷。さあ上がりは見込めそう。伊達が後輩パイ、なんとマンズが三面ちゃんの形とピンズ一面ツ。伊達さんはね、このままトップ取られると、はい、ね、30以上のプラス、この回でね、30以上のプラスは、でさっきのマイナス入れても20プラスなんで、はい、プラス20ポイントとなると10位なんかが見えてきますか。そうなんですよ。本当10位集金付近、はい、下手したらプレーオフもあるんじゃないのっていうところに一気にプレーオフが見えるところまで行く可能性がありますよね。今日、はい、このプラスをぜひとも持って帰りたいところだと思います。プレーオフの8位がマイナスなんで現状、はい、プレーオフの8位がマイナスって異常事態ではありますが、そうですね、はい、稀に一桁とかあるんですけど 21.8、はい、さあその原因となった張本人が今解説にいらっしゃいますが、いや私のせいなんですかねこれね。分かんないですね、かだって私、はい、内田さんから中で上がってるのに、はい、内田さんが4位にいるって、はい、内田も、はい、あの2節以降プラスですごい勢いで、あ、はい、テンパっちゃいました。伊達のうわー、はい、いい手リーチピンフ三面ちゃん高めタンヤオはイースーチーマンです。チーマン休めでも5800あるんで、はい、これはいい一番本当いい手ですよね。これねこれは数万積もりたい。ただ魚谷に数万が来た。でも積も E1 でもいいですよ。はい、チーマン1枚、ね、あ、山が落ちました、はい、崩れてしまいました。これは選手では直せません。立ち合い人藤島健次郎が直します。手足長いからいいですよね、スッと。さあ他の方の名前は出せませんが、あ、ちょっとですね、はい、すいません出せませんが、手足が長い藤島健次郎プロです。そういうわけですごい大荒れですよね。なんか、はい、私がいっぱい勝ってるのもあれだけ原因なんですけど、はい、でも私が被害食らってる人結構上位なんですよ。なるほど。申し訳ないんですけど下にいる方からは私そんな展望取ってないんで、はい、選んでるんですか。いや、選んでる偶然なんですけど、はい、なんか結構ねいろいろあったけど、さあ伊達の星数万はあと1枚。
チーマンもあと1枚タンヤオがつかないけど3色の方 E マンが竹石が使ってるだけ3枚現状残りイースーチーマンは5山5枚あ、イーソーがうん、ドラのイーソーあさあ、ここは魚谷宝珠となった面単品3900は4200伊達が加点しました。さあさらなるポイントを伸ばしたい難一局親番を迎えます。ドラはチーマン伊達のハイパイはハツがあんこで入ります。ドラのカンチーマンのターツもある。引けるか。ペーから竹石ピンズが後継です。ドラ1ポツリとチーマンがありました。秋は2面ツになった第1つも魚谷は1面ツ。竹石も伊達も上がりはありそう。秋もまとまりそう。各社早いでしょうか中田さん。うん、そうですね、はい、ただ本当伊達さん次第ですね。伊達次第やっぱり、はい、この親は怖いですよ。うん、はい、ちょっとなんか、うん、この2回戦見てるとここで来られるといいシャンテン。圧倒的に手がいいですもんね。はい、安い上がりをまだ見せてないじゃないですか、うん、そのイメージが高打点ってイメージがついちゃうんで、はい、まあ、なんかリーチいっぱい来るイメージはありますね、はい、そしかも打点があるんですよ、はい、そしてやっぱり嫌ですね。うーん、ちょっとこの今好調な感じの伊達のリーチ、うん、向かいたくはないでしょうか。さあ竹石はこれはドラが出るかもしれないけど、はい、できれば使いたいあのチーマン。ウーピンのあんこ、カンチーマンリーチに行く。いや強い。このねノータイムでリーチっていうの強いですよね。いやはい。さあチーマンが山に、3枚です。3枚もいるんですか。あ、これで2枚になった。伊達積もれるぞ。2枚。山2枚は結構積もる。さあ出る町ではない積もろう。山対伊達の戦いが始まりました。6巡目。現在7巡目です。うん。これ天敗？違うか。先輩ではありません。でもチーマン出ない人にはEピン、リャンピンとか払うのも、はい、現物はチーピン3枚しかありません。まずチーピンから。でも役なくなっちゃいますもんね。いやそうですね、3万リャンマンとかもありますか。数万つもぎり。これってドラ切る構えじゃないですか。これリャンウーマン重なったりキューピン入ったらっていうとこですか。キューピン入っちゃうと危ないですね。ドラ短期もあるでしょうか。いやちょっとだ、もしかしたら竹石からチーマンが出るパターンが。これ官老湾にしますか。タンヤオ官老湾の天敗です。 E ピン切りたいですね。チーピン現物ですけど、はい、ここは E ピン切ってリーチにいった。さあローマン、ここは引かないと。はい、強気。ローマンは表示牌。竹井さんとでも残り2枚。さあ2対2です。勝負どころなんですね多分。いやそうですね、うん、ここで理屈じゃないんですよ多分。ここで引いたらこの後負ける。そんな勝負どころ、ローマンがここに来た。あと1枚。これで2対1です。伊達はチーマン、竹石はローマン。おーパーマン。マンズが来るとちょっとドキドキしますね。竹石がドラの表示牌のカンチャン追っかけリーチです。ローマン勝ち。竹石の上がり、いやすごい。リーチタンヤオドラ1。いやーここでそれローマンラスハイです。5200。さっきまでの竹石さんじゃないですね。いやーそうですね、鬼になった方が竹石でしょうかちょっとわかりませんが、
武石の強いリーチ成功しました。バチバチしてますね。はい、伊達の加点を許さないあの官老マン。いや、2対1は1の方が勝つパターンでした。いやー面白いな、2局です。正直負けるなと思ってました、はい、いやちょっとはい、うん、チーマンを掴むパターンをやはりどこかでみんな想像したかもしれない。伊達さんかなってちょっと思ってましたけど、ね、はい、ここまでの好調を見れば伊達のつも上がりや武石の宝珠という、いえ、わかんないもんですね。いやはい、面白い麻雀ですね、本当ね。なんだろう、なんか武石がちょっと待ったをかけました。武石さんだからものすごい覚悟なんだなっていうのを、特に、はい、さっきまでの受けてるのとかを、この守備的な選択の、はい、光る武石が名本地と降りちゃう人ですよ。いや、そうなんですよそれが、はい、この官老庵、ドラヒョウの官老庵で親のリーチに追いかけるって、はい、いやすごいですね。しかも好調で、はいね、さっきまで高い手ばっかり見せてる人に対して、はい、めちゃめちゃ怖いですけどね。でも伊達さんに負けるわけにいかない、はい、伊達さんに負けるイコール高級があるっていう、多分そういう感じですよね、はい、伊達さんより上なら助かる可能性が高いんですよ。まあ、まだあと一節ありますけど、はい、なるほど、ね、ここで今日ここでこう上下を決めたいんですよ多分、はい、2人は。ただその代わり上の2人はそんなに争ってないっていうか、はい、むしろ仲間、はい、むしろペアでね、2人でちょっとずつ勝ったらいいねぐらいな、バシバシはしないんですよ上は。今魚谷はドラの初が出ていく天杯取りませんでした。これは武石対伊達の半チャンとなっています、2回戦。そうですね、はい、今の 見ると怖いって多分思いますよ、はい、秋さんもユーミンも。武井さんのあのリーチ、そうですねそれでいつかのってなりますもんね。って、はい、そんなリーチあるの。しかも役もありました。タイヤオだよ、タイヤオあるじゃん、はい、2人でローマン積もりに行こうっていうようなあんな恐ろしい追っかけリーチ、確かに見せられると怖いですね。嫌です、私あれやられたらすっごい、はい、武井氏は3色をています。ペン3ピン入るでしょうか。残り2枚、伊達がシャーをあんこ、リャンシャンテンです。武石天杯、ここは即リーチ。さあ、さっきのあの上がりを見た後、この武石のリーチに迎える人はいるか。親のリーチ、まあ、親だからね、何の可能性もありますよ。なるほど、高い手、まあ、3ピンここに来た。 あと1枚です。もう一枚しかない。だけど一枚あればいいんだ。いや、そうですね。さっきのあの上がりは一枚あればいいんだ。あ、両ピン打てるか。ウーパーソー。そうですね。はい、ウーパーソーは親の現物。すごい薄いけど現物。多分持ってる人すぐ打っちゃうかも。ウーパーソーはちょっと打ちやすいですか。例えばこちらの秋も打った直後、はい、ただ魚谷はどこまで押せるか。スーピンきついですね。現物がパーピン、そんな状況です。当たり牌の隣、どうなんだろう。谷さんの立ち位置難しいな。あ、ここはまだ粘れるようにキーピンとしましたね、はい、そんなベタ折りではなく。さあ、ローピンが通る後筋になった3ピン。いやちょっと大谷これ粘ると3ピンを選ぶパターンありますか。3ピンはあんこになって使えるんで、うん、あ、なるほど、欲しい、むしろ欲しい、欲しい、はい、欲しいですね。大谷さん打たないですね。さあ、秋はこの形、先順ローピンを合わせたところです。ここは中筋、後中筋の数枚、ね、ドラが3枚見えてるから、はい、どんなリーチなんだろうと思いますけど、この順目だし、はい、でもリーチ3色高いですね、はい、リーチのみのパターンも親ならあるっていうことですね。ありますよ、親に迎えないでしょというリーチ、押さえつけのリーチのパターンもありますが、積もってたっていうね、積もっていた宣言杯がチーマンです。ここはパーマン押して3ピン数ピンのシャンポン、
くしくも同じ3ピンでの上がり、数ピン1枚切れ、数ピン1枚の分多いかな、はい、1対2、またもや1対2、全局は竹石1で勝ちました。3ピン、魚谷はこのかわしてしまうのか、おお、3ピン、最後の牌がここに来た、ただ数ピン1枚、0対1、魚谷の数ピンが山にあるだけです。何来たらやめるとかもあるかもしれないですけどね、はい、魚谷さん現状転敗続行、やっぱピンズの下目、数ピンが竹石の手から放たれてしまった。タンヤを1300、魚谷が親のリーチをかわして上がります。丁寧に回りましたよね、はい、今のは中田さん的には働き者という扱いでよろしいんでしょうか。これは違います、面前なんでね、はい、なるほど、面前は違うそうです。だんだん働き者の定義が分かってきます。分かってきました、はい、みんなのために 遠い仕掛けを始めると、そういうことですね。いやでも普通に上手い人でした、はい、今の丁寧にやった結果、はい、確かに上がりまで結びつける、うん、素晴らしい手順でした。ちょっとは押すんだけど、はい、何でも切るわけではなく、うん、9ピンあたりでこうちょっと回るというか、う、ね、可能性は見つつの進行でした、うん、さあ難3局です。秋の親番、ドラはリャンマンとなっています。多分数ピンあたりが危ないんじゃないか、最初数ピンで回ったんですもんね、はい、数ピンで迂回して、はい、結果上がり逃しでうっぱそ積もったんですけど、はい、シャンポンで出上がりという、うん、まあ、下目っていうのはね、うん、合ってたし、はい、ピントの合う、うん、合った回し方、うん、さあ竹石、ま、上がりもありますよ、先もある、魚谷が少し遅いでしょうか。伊達はドラのメンツが完成しました。ね、渡辺さん、トンバに痛い12,600を補充して、はい、結構点数減ってたんですけど、まあまあ回復しましたね。伊達のタンヤをイーペーコードラドラという親の上がりありましたね、はい、そこから今21,800点まで返ってきてるわけですね。ドラのリャンマン、上の3色を見ていた秋ですが、どっちに手が伸びるか。伊達はこのイーシャンテン、竹石のサブローマンはどこへ行ったんでしょうか。まだ山には4枚ほど。サブローマン欲しいですかこれ。サブローあんまいらないですね、9ピンとかの方がいいですか。まあまあ、はい、いらなくはないけど、はい、サブローは引いたらね、最終形どうなるんだろう。最終形はチーピンパーピンのシャンポンとかになっちゃいますか。伊達はドラを引いてきてしまったんでしょうか。ちょっと今いらなかった。しかしさあ手の打点は上がるね、これ何欲しいって願うんですかね、この難しいですね。まあ私は4、5万そのものですか、引いて老朽ピンリーチ打ちたいけど、そのものが一番嬉しいですね。まあでもこれで貫老腕の切れが嬉しいですか。老腕入れば、はい、ピンフイーペーコーの転敗となります。ウーピンか、ウーピン、ウオタニーシャンテン、シャアは出ていません。心配です。シャアじゃないかな。転敗イースーマン、さあピンフドラドラの転敗です。伊達これ闇転、伊達がリーチに行きませんよ、展望あるから、はい、ちょっと女流王が始まった時の伊達はちょっとなんか全部リーチいってるイメージあったんですが、
どうしようかね、はい、うん、でもこれ闇天でも積もったりすると一人行きになるじゃないですか、はい、しかも椅子 E1 は本当みんな止まんないんじゃないですか。いや伊達に、はい、ピンフドラドラ高め一平行の天敗リーチっていうとドラマ滝の入って椅子マンちょっと打たれないですよ ね、はい、でも闇天の E1 っていやはい、いくらドラ票でもた、あそうですね、で例えば大谷さんでも危なかったっていう、はい、テンパイはバレないようにしないと。テンパイは今んとこバレてないですか、あのスーピン。なんだろう、空気感みたいなのもあるんで。ああ、はい。ちょっとドキドキしちゃうと雰囲気に出ちゃうパターンもありますが。いけるか。さあ、イーマンが1枚になります。これ、リャンワン？これ、数万になっちゃいます。あら、リャンワンなっちゃう。これ、数万ですよ、これ。あ、ただ、数万には、ああ、ここは数万になった。伊達の上がり、ピンフイーペーコードラドラは7700。さあこの座組のライバル竹石からの直取りとなりました。7700、伊達が大きく続いて闇天にできたのかね、はい、素晴らしい闇天高めで打ち取りました。さあ大きくポイントを伸ばして2回戦オーラスとなります。ポイント上得だけじゃなく、はい、まあ、今の得点情報状況で、はい、一人行き濃厚ですよね。いやそうですね、これで6万点を超える一人行きのトップが見えています。ドラはウーピン、伊達のハイパイ、こちらチューンが統一、めちゃくちゃ出馬祭だったっていう、いはい、竹井さんたまんないですけどね、リーチ言われたら絶対打たないのに。いやそうですね、あれはリーチなら絶対に打たないです。竹井氏も天敗だからあの数万を打っていった。くしくも両方ともピンフイーペーコーでした、ね、はい、竹井さんリーチって言いたいぐらいの手でしたよね。ただ点数的に竹井さんもやっぱり上がれれば浮きがすごい、うん、はい、浮きを確定したいから闇点だったってことですか、うん、そうですね、うん、もう一上がりできれば浮いて割れそうなので、はい、さあそして伊達がまたこれ上がって終われそうな状況になってきています。チュンとハクが統一で入っているね、完璧な伊達さんの回で終わりそうな、はい、何を引く？チーマン、ちょっと選択になります。難しい、ここはスーピン、どこまで追うかですよね、伊達も。そうですね、これ本、公式ルールならこれ本一まで行きたいパイシではありますが、けど一刻も早く終わらせたいっていう気持ちも、はい、現状の伊達のこの、方針としてはこれ、あそうですね、ここは老朽層の多発も大事にします、うん、イーシャンテンポンテンチーテン、はい、欲張らず普通に上がりますっていう、ここはもうトップで終わりましょうというような、うわー闇天老朽層 Q1 来たらねちゃんともつきますからね、はい、急走は親の現物でもあります。なんだかターチャから打たれるのは時間の問題に見えるね、リーチ判断もやっぱり何でもリーチじゃないですね、はい、やっぱりね、伊達がこの短期間に戦術を変えてきているように私の目には映っているんですが、そもそもこういう感じだったのよと言われるパターンもあります間違っていたら申し訳ございません。当たり前じゃないって言われるかもしれないし、はい、わかんないですけどね。ただあの他の方の噂によると伊達はとても勉強熱心だというお話は、うーん、はい、短期間に大きく変わっても何ら不思議ではありません。ローソー、竹石はカンウーソーの天敗ドラ1ですがリーチはいけません、まあ、沈んでるけどこのまま終われば2着ですもんね、うん、竹石さんも、はい、マイナス3ポイント1ポイント8ポイント1ポイント3ポイント8ポイントですからね、はい、2位と3位がローソーになる、これはローソーになる、ローソー以外何を切る、それが宝珠になりました。伊達の上がり、チュンは1300。着順は変わってないかな、これは1300なら、はい、変わってないでしょうか。ということで、伊達の大きな、トップとなりました2回戦。トップから伊達。そして2着に竹石。3着魚谷。4着秋の並びで2回戦が終了しました。続いて3回戦です。